小野さん携帯どうしたんですか？携帯なくしたって。いや携帯この前仕事の帰りに電車の網台に乗っけといて、それでちょうど仕事で知り合った可愛い女の子と話し込んでて、渋谷駅に着いてふと網棚を見るとなかったんですよ。ありゃーと思って、急行で2駅だけの間だったんですよね。いや最初あの折口の方に立ってたんですよ、それでドアの近くの網棚にポンと乗せて、それで次の駅で空いたもので、ちょうど座席のちょっと離れた真ん中辺に座ったんですよ。誰か見てたんでしょうね。それでこの親父若い子とも嬉しそうに話してるなと思ってバカなやつと思って。財布とかは大丈夫？財布はまあ小銭入れはあの例の真剣な財布はあったんですけど、携帯と手帳とキャッシュカードと銀行のキャッシュカードと、あと国民健康保険証、全部持っていかれちゃいました。僕何でもかんでもバッグに持ち歩いて歩いてんです、いつも。あ、そうなんですか。いやー、やられましたね。で、今も新しい携帯は？はい、2日ほど前に買いました、やっと。あの、被害届けでも警察届けたんですか？すぐ渋谷駅のあの駅前交番に行って届けて、キャッシュカードを止めて、あと携帯も止めてもらったんですよね。こんばんは。今日は早く。どうしたんですか、こんなにお早く。あ、今日はあの伊藤さんたちと。いらっしゃいませ。僕ですか。はい。どうぞどうぞ。あ、今電気つきますね。なんか暗くなっちゃった。はい。あれ、電球が切れちゃったんですよ。電球切れちゃったの？今つけますから、どうぞ入ってください。はい。あ、今つけましょうか、じゃあ、すぐに。あ、すいません、じゃあ。電球が切れたんですね。はいはい。いいですか？はい。すいません。お願いします。